小田原。この時間は豊島邸の利活用開始のお知らせをお送りします。お話をお伺いしますのは文化政策家の小金井さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今回ご紹介するのが豊島邸という施設ですね。こちらどのような施設なんでしょうか。はい、豊島邸は昭和16年に建築されたと考えられております。はい、昭和54年に箱根町の宮の下の開業医でいらっしゃった豊島牧志郎さんが週末の邸宅として購入をされました。はい、で、その豊島牧志郎さんは昭和63年にお亡くなりになるんですが、生前書や絵画など多彩なですね、才能を発揮して多くの作品を残していらっしゃいましたので、はい、妻の広江さんがそれらの作品を多くの市民の方に見ていただきたいという思いで、平成5年に画廊を増築して一般開放いたしました。はい、その後平成27年に小田原市の方に寄贈されまして、令和3年に、端正な座敷を要する近代和風住宅という点が評価をされまして、国の登録有形文化財として、登録されたというような経緯を持っている施設です。はい、この豊島邸における利活用の目的と方針とはどんなところなんでしょうか。はい、豊島邸の、活用の目的としましては、寄付者のご意向を尊重いたしまして、できるだけ多くの、市民の方に、開放して、ご利用いただくという点と、何らかの形で豊島という名前を残すということが、活用の目的となっております。で、方針ですけれども、公民連携といってですね、官と民が連携をして利活用を行うことで、民間事業者の方が持つノウハウを生かして、活用していくというような方針を決めております。そのためにですね、令和4年の6月に民間提案制度という制度を活用しまして、多くの事業者から活用案を募集しました。はい、で、市内外から、多くの事業者の方から提案をいただきまして、その中でですね、JS フードさんが提案した提案が採用されまして、はい、10月に事業者として決定をしたということです。はい、で、その提案内容なんですけれども、豊島満了一月案として、この2月の23日に、オープンいたしました。はい、寄贈者のご意思を尊重して、広く市民の方が、訪れるような場所にしてほしいということで、はい、こうしたお店になったということなんですけれども、はい、豊島満了一月案、こちらはどんなお店なんでしょうか。はい、運営するのは、市内外で飲食店を数多く経営していらっしゃる株式会社 JS フードシステムさんが運営をいたします。はい、で、提案の 名称といたしまして、小田原の旧城下町、の、武家地の様相を現代に伝える、豊島邸において訪れた方が、趣のある、飲食を提供するということで、運営を行っております。で、内容なんですけども、うなべうぞうすいというですね、あまり関東では馴染みのない料理なんですけども、それら料理を中心とした、うなぎ料理店ということで、運営を行っております。で、その他にも、広江さんの思いを尊重して、画廊については、お店を利用しない方でも、気軽に訪れる施設として開放しておりまして、普段はですね、牧志郎さんの作品を、展示をしておりまして、豊島邸の歴史、また豊島牧志郎さんの、思いを、具現化するような活用をしていただいておりますし、また小田原在住の、小田原拠点にですね、活躍している作家さん、芸術家さんたちにも、開放して活用していただくということで伺っております。ね、豊島邸は小田原駅からほど近い賑やかな場所からすぐのところですけれども、中に入ると贅沢な時間を過ごすことができそうですね。そうですね、住宅街に、残っている、庭園と住宅ということで、とても静かな環境の中で、しつらいも衣装もすごい素晴らしいものが残っておりますので、訪れた方はその素晴らしさを体験していただくことができると思います。それでは改めまして、番組をご覧の皆様にメッセージがありましたらお願いいたします。はい、
市所有の歴史的建造物、国の登録有形文化財の施設を、民間事業者の方に貸し出しをいたしまして活用していくと、こういう取り組みは全国的にも、珍しい取り組みとなっております。小田原の地域資源として、着実に保全をするとともに、利活用して、小田原の魅力を発信していきたいというふうに考えております。豊島邸は先ほどご説明したように優れた意匠をたくさん持つ、素晴らしい施設ですので、ぜひ皆様足をお運びいただきまして、実際に目で見て体感していただいて、豊島邸の魅力に触れていただければと思います。よろしくお願いします。ぜひ、ね、多くの皆さんにゆっくりとご見学いただきたいですね。はい、はい、広報だわら、この時間は豊島邸の利活用開始のお知らせをお送りしました。小金井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。広報だわら、この時間は小田原市のホームページリニューアルのお知らせをお送りいたします。お話をお伺いしますのは広報校長室の細谷さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この春小田原市のホームページがリニューアルしましたね。はい、はい、そうなんです。セキュリティの強化やホームページの役割が最近増えてきましたので、うん、そういったこと、それから災害時にですね、たくさんの方が同時にアクセスしても耐えられるように、しようということがきっかけとなって今回リニューアルをすることになりました。はい、そうした見えない部分の機能が強化されているということでもあるんですけれども、私たちがこうパッと見るとデザインもかなり変わりましたね。そうなんです。今回は、トップページのですね、まず情報を整理しまして、すっきりと柔らかい雰囲気のデザインになるようにしました。ご自身に必要な情報を探しやすくなるように、主に市民の方向けの小田原で暮らす、それから観光客などの小田原を楽しみたい方向けの情報、事業者の方向けの情報、それから小田原の基本情報の4つに分類しています。はい、まずこう小田原市のホームページ見ようと思って立ち上げて、トップページを開いたところにはこう大きな写真がこう何枚か表示されていましたけれども、はい、ここはどのような写真が出てるんでしょうか。はい、ここは、ホームページ開いていただいたら最初に目につくところですので、はい、旬の情報ですとか市から特にお伝えしたい情報を最初に見ていただけるようなコーナーとして設けました。はい、普段ですね、ホームページっていうのは、閲覧者の方が自分でその必要な情報のページまでたどり着いていただくということが中心になると思いますけれども、このコーナーを設けることで市からも少し積極的に皆さんにお伝えしたい情報を、お届けできるようにということで作っています。ぜひご確認いただければなと思います。はい、そして簡単検索というボタンがありました。こちらはどのように使えばいいんでしょうか。はい、新しい検索方法としてご用意したんですけれども、普段、ホームページの情報を調べていただくときは、例えば Google などの、検索サイトですね、そういうところか、または市のホームページの検索バーの方に何かしらのキーワードを入力していただいてお調べいただくということが多いと思うんですけれども、時にはどんな言葉を入れて探したいかわからないっていうようなこともありますので、そういうときはぜひこの簡単検索をお使いいただければと思います。はい、小学生、高校生などの、対象者、それから、健康、観光などの分野、働きたい、届け出をしたいなどの、目的、そういった選択肢をご用意していますので、その中から選んで検索をしていただくと該当するページがリストアップされるという機能です。はい、パソコンでは画面の上側に、スマホの場合は下の方に簡単検索のボタンをご用意しておりますので、ぜひお試しいただきたいと思います。はい、その他にも新しくなった部分はあるんでしょうか。はい、その他にもいくつか新しくなりました。足跡機能っていうものも追加しております。はい、ホームページ調べていただくときっていくつかのページを行ったり来たりされると思うんですけれども、はい、このページに戻りたいなっていうのがあったとき、そんなときにはページの上の方に直近5ページ分の、足跡ですね、はい、として、リンクが表示されておりますので、そこから、前のページに戻っていただくことができます。その他にも、
利用者の皆さんに直接ご利用いただく部分ではないんですけれども、そうですね、誰もが見やすいホームページとするために、例えば目が不自由な方向けに、音でホームページを聞いていただくという時にも分かりやすく読み上げがされる、そういったレイアウトになっているかというものを職員が自分でチェックできるようなツールを、はい、導入しました、はい、それから、情報が古くならないように有効期限が迫ったら職員の方にお知らせが行くという機能を設けたりと、はい、より良いホームページとしていくためのツールも補強しています、うん、はい、ね、これまで の小田原市のホームページも、まあ、便利に使ってたんですけれども、うん、このリニューアルでますます見やすく、はい、便利に使いやすくなりそうですね、はい、はい、それでは番組のご覧の皆様にメッセージがありましたらお願いします、はい、試行錯誤しながらですけれども使いやすくて必要な情報を皆さんにお届けできるホームページ作りに取り組んでいます。ぜひ新しいホームページもご活用いただければと思います。よろしくお願いします。広報小田原、この時間は小田原市のホームページリニューアルのお知らせをお送りしました。細谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。小田原市立病院は病院建て替え工事に伴い駐車場を縮小しているため市立病院周辺が大変混み合っており、ご迷惑をおかけしております。混雑解消のため無料の臨時駐車場を開設し、北玄関前で乗降できる送迎バスを運行しています。詳細はホームページまたは広報小田原1月号をご確認ください。またタクシー乗り場は売店横の北玄関前になっています。工事に伴いご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。